こんばんは、ポンタロウです。今日は2018年7月号のアッププラスビューティー定期便が届きましたので開封していきたいと思います。それではどうぞ。はい、早速開封していきたいと思います。で、まず雑誌なんですけども、こちらですね。で、今回は橋本環奈ちゃんが表紙を飾っていて、すごい前髪上げるだけで雰囲気は違いますよね。で、特集はこのね、上半期のベストコスメが載ってました。まあ、気になる方はね、このアッププラスを読んでみてください。そしてコスメはこの中に、はい、入ってます。私もね、佐川さんで送られてきたんですけど、この中に入ってます。こんな感じで、それでは一つずつ紹介していきたいと思います。一つ目はこちら。はい、こちらは BB ラボラトリーズのホワイトニングプラジェリーというジェル状美容液ですね。 2ml のパウチが1本入っておりました。で、こちらはオールインワンジェルなんですけども、洗顔をした後に適量を手のひらに取り軽くパッティングする、それだけみたいです。ジェル状の美容液を手に取ってで、お肌につけるとみずみずしい感触に変わる特殊なジェル処方らしいです。で、美白有効成分にプラセンタエキスなど、潤い成分ヒアルロン酸など入っているの で、これは朝でも夜でも使える美白の保湿ジェルですね。これはね、この中にでも特集が組まれてたんですけど、この美容液はね、使ったことがないのですごい楽しみです。オールインワンっていうのが旅行とかに持っていくのにいいので、すごい使うのが楽しみです。そしてなんと これも入ってたんですけど、全部シャンプーとトリートメントのセットですね。まずはこちら。はい、こちらはハワイアンレインボービーズのオーガニックグロッシーヘアトリートメントとシャンプーですね。で、こちらはオレンジシトラスの香り、保湿成分のオーガニックハニーとかオレンジオイルとかブロッコリー種子オイル、椿オイルなどね、 95% が天然由来の10種類のオーガニック原料を使っているオーガニックのシャンプーですね。乾燥してパサついた髪に毛先までツヤを与える集中ケアと、オイルシャンプーで地肌はすっきり艶やかな髪に導くケアシャンプー。これはね、使ったことがないので、楽しみですね。ノンシリコンシャンプーなので、まあちょっときしむかなとは思うんですけど、こういうね、シャンプーパウチもすごい嬉しいので使っていこうかなと思います。そしてこちら。はい、こちらもクレージュヘアトリートメントとシャンプーですね。傷んだ髪に潤いとツヤを与えてダメージ補修し、まとまる髪に仕上げる浸透補修トリートメントと、クレイと蜂蜜の配合で潤いを与えて洗い上げるノンシリコンシャンプーですね。で、香りがちょっと書いてないので、何の香りかがわからないんですけども、はい、調べたらこっちのシリーズになりますね。で、こっちはしっとりタイプみたいで、結構保湿系とかそういう感じになってましたね。なので髪の量が多い方はこっちの方がいいのかなと思います。私は髪の量が少ないし猫っ毛なので、さっぱりタイプのこっちの方がいいのかなと思うんですけども、まあ、しっとりタイプもね、使ってみたいのでちょうど良かったなと思います。で、これはね、ロフトとか東急ハンズとかプラザで売ってるシャンプーみたいなので、まあ、Amazon とかでも買えるんですけど、まあ、使ってみてよければチェックしてみようかなと思います。そしてこちら。はい、こちらもシャンプーとトリートメントですね。はい、こちらになります。メイクジーナのヘアトリートメントとシャンプーですね。 10ml と 10g ですね。フローラルウッディムスクの香り、髪に張りこしを与えてダメージを髪の内部から補修、根元から弾むような生き生きとした髪に仕上げるトリートメントと、オイルを配合して頭皮環境を整え潤いを保って洗い上げるオイルシャンプーですね。
はい、ボトルはこちらですね。すごい可愛いボトルですよね。で、口コミもね、6件なんですけど 6.2 ってすごいいいんですよ。すごい楽しみですね。結構シンプルだからこういうボトルなのかなと思ったんですけど、本当に可愛い。使用感次第ではね、これもね、ちょっと現品チェックしてみようかなって思いますね。フローラルウッディムスクっていう香りもすごい気になるので、はい、使っていきたいと思います。次で最後なんですけども、こちら、はい、こちらはクラブツリー&イブリンのヘリテージソープ、オートミール&ウィートジャームという石鹸ですね。で、 158g の原品ですね。で、これはこのクラブツリー&イブリンで検索したらハウスオブローゼって出てきたので、そこで売ってるものなんだと思います。で、このオートミールとウィートジャームっていうシリーズはそこのネットショッピングには書いてなかったので、もうなくなった商品なのかわからないんですけども、こちらが入っておりました。で、これはフレッシュな香りの濃厚クリーミー泡の保湿ハンドソープ、厳選された原料で作られたソープらしくて、シルクのように滑らかな肌に整えてくれます。もう濃厚クリーミー泡でっていうことがたくさん書いてあるので、すごくクリーミーなの泡で手を洗えますよっていうものなんだと思います。で、これが、まあ、体全身に使えるとかそういうのが書いてないので何とも言えないんですけど、他の種類を見てみれば多分、まあ、パラベンフリーだったりアルコールフリーなので、まあ、体に使ってもいい石鹸だなと思います。で、一応今売ってるもので販売価格が1296円なので、これも多分それくらいの金額なんじゃないかなと思います。まあ、これはね、普通に私は体洗う用ボディ用として使っていこうかなって思います。石鹸はね、結構使うのでありがたいですよね。はい、中身は以上になります。で、今回はシャンプーばっかりでびっくりしたんですけど、石鹸も入ってて、まあ、使えるものたちばっかりだったなと思います。ただもうシャンプーはね、本当にありがたい。温泉とか行った時にね、使うんで、まあ、石鹸もね、今使ってるものとか取得のものたちがなくなったら順々に使っていこうかなと思ってます。まあ、前の動画でも言ってはいるんですけども、まあ、このね、アッププラスビューティー定期便はレビュー動画の方は撮らないので、またね、タイミングが合えばインスタとか使い切りコスメとかで紹介していけたらなって思ってます。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。